砲丸投げの場合、身体能力的にはどれだけ短い時間に大きな力を出すか、いわゆる瞬発力に恵まれた選手が有利となります。砲丸投げの回転投法について初心者の皆さんが練習をするときに参考になる内容でビデオを作成しました。ジャンプをして回転をするということで、重心の位置をコントロールすることが重要になってきます。グライド投法は比較的スタンスが広い状態で、上体をこうかぶせた状態で構えやすい。何も持たない状態で繰り返し反復練習をして、正しい重心移動と突き出しのタイミングを合わせることを練習しましょう。技術の中でも特に注意が必要なところで、回転投法の大きな失敗を生む重要な要素になっています。注意してください。右手の強い突き出しをするためには、この左手の引き、しっかり肘が張った状態で砲丸をセットすることができます。下半身が先行して砲丸の位置が残っているのが分かると思います。